トリスタン卿はお歌が上手なんですか？でもほら、いつも寝てますよね。はあ、そう見えるだけで本人は詩人だと。芸術家肌ということでしょうか。そういうところは私の知っているトリスタンと同じなんですね。ではランスロット卿はやはりモテモテなのでしょうか。どのような立場であれ恋バナの中心にいるのはわかります。ランスロットといえば紫色の特攻ロマンス、人々を魅了してやまない最強の騎士ですから。アロンダイトの輝きに心奪われる女性も多いのでは。ふむふむ、大体合ってるという顔ですね。まあランスロットはひたすらに一途なので、バカみたいにモテても修羅場にはなら。え、ランスロット卿は愛に一途は一途だけど恋は多い、節操があんまりない。フランス騎士だから常に愛に生きる。美女であればとりあえず口説く。そういうのこっちだとありなんだ。まあでも付き合う付き合わないは個人の自由ですから、私がどうこう言ってもしょうがないですね。人の恋路にバイコーンです。さて次はガウェインの話ですけども、やっぱりやめましょう。あの野郎にはいい思い出がありませんので。身長高いし血筋は最高だし人気あるし悩みとかなさそうだし身長高いし、バゲコの話なんてしたらまた一日ベッドでカタツムリになるの確実だし。はい、私のメンタルを考慮してガウェインの話はやめにします。ガウェイン教の逸話はまた今度聞かせてください。まあどうせバスターの話でしょうけど、困ったらすぐカラティーンに決まってます。え、分かっちゃうんだそういうの。あ、やっぱいえ、普段通りの私ですよ。ただいまマスターと仲良く雑談中。じれったいですね。バレンタインの話でしょ。さっさと予約取ってしまえば。もったいつける話でもないのですし。カレン先生、もちろんそこのお姫様のチョコレート作りに手を貸したからです。もっと普通の形がいいのですが、もっとささやかなものがいいのですが、と頼られてしまって、絵本を読んでとせがむ童女のようでした。アルトリアさんは魔術が達者らしく、料理も魔術で作られるのですが、なぜか出来上がるものがみんな剣の形になってしまうのです。横着せずに台所に立ちなさいと忠告したところ、突然鍋に素材一式をぶち込んで煮込む始末。できたものはそれはもう立派な童話に出てくる魔女の釜でした。なので正しい料理というものを僭越ながらレクチャーさせていただきました。まあそれだけなのですが、ありがとうカレンちゃんなんて満面の笑顔で言われてしまったもので、その後この不器用な子がうまくやれるかどうか面白。失礼、ちゃんとマスターに渡せるかどうか気になるのは無理もないことでしょ。いえ、ご心配には及びません。私これでも歴戦の魔術師なので。すみませんマスター、今までおしゃべりで時間を使ってしまいましたが、もう少しお付き合いしていただけますか。そのバレンタインのチョコレートなどお渡ししたいので。というわけでシミュレーターというものを使わせていただいて、フランスの草原にやってきました。やったー、最新の魔術技術最高。
シミュレーター中にシュパッと。大切なイベントですから、私も格好つけたいので。いえ、冷静になるとあれですよね。ちょっと気張りすぎですよね。でも、こういう時のために仕立ててもらった服だし、もったいないの精神というか、こういう時くらいしか着る気になれないというか、ケルピーにも衣装っていうか。と、いえ、なんでも。ちょっと悪い癖が出ちゃいました。それでは、改めまして、マスター。日頃のあなたの努力に敬意を表して、私からこちらを。ノクナレアの直上に比べると、ほんと些細なものですけど。でしょ？チョコレートをハートの形にすると考えた人は天才です。可愛いし、お得だし、楽しいし、味も作りもシンプルイズベスト。まあ、私ではそれしかできなかったんですけど。へへへ。大事なのは豪華さより気持ちいいですから。最終的にはそれで通るとカレン先生ちゃんも言っていました。そもそも私には豪華な贈り物を用意する術も資格もありません。この杖を持ちサーヴァントとなった時点で、私にそういった自由はないのです。今日はただ何でもない私が大切な友人に感謝の気持ちを送っただけだから、なんていうか、チョコレートを作ってよかったな。そのありがとうがきっとアルトリアが一番欲しかった言葉なので。とはいえ、味はちょっと保証できないけど、うまくできたって自信はあるものの、ここの食事ってすごく複雑だから、あれに比べられるとな、ちょっと消えたくなるかもだな。まあでも、バレンタインは毎年あるそうだし、今回はいまいちでも次があるのです。未来のある世界とはつまりそういうことなのです。私でも練習だけでキッチンの食材を使い切るとか。え、違う？食べたのかという疑惑？誰の話でしょう？じれったいですね。バレンタインの話でしょ？ん？いえ、チョコレートといったら草原ですよね。本当は田園がいいのですが、そこは誤差ということで。それでは、改めまして、マスター。日頃のあなたの努力に敬意を表して、私からこちらを。